ユッカは、リュウゼツランカイ科ラン族の植物の総称。英語ではユッカ。ユッカという名前は、初期にカリブ諸島でユカと呼ばれるキャッサバと混同したために、付けられた名前である。日本の園芸種としては、青年の木の名前でも知られる。イトラン族の種は、同じリュウゼツラン科のリュウゼツランと形態が似通っている。ユッカは、常緑の多年性植物で多くは低木であるが、中には、 呪鉱10メートルを超すものもある。葉は放射状に生え、多くの種では葉は硬く厚みがあり、形状は剣状で先が針のように硬く尖り、円にノコギリ状の葉があり取り扱いには注意を要する。この葉の特徴から多くの種の通称に銃剣、短剣、剣、針等と名付けられている。多くの種は乾燥地帯のある程度標高の高いところで自生する。 いずれも長い家系を伸ばし多くの白から乳白色の花をつける。主な原産地はメキシコを含む北米である。ユッカはチュバ梅ゲで昆虫との愛理共生関係にある。ユッカの花のメシベとオシベは離れており自然には受粉しない。ユッカガにより受粉し、ユッカガは花に散乱する。ユッカの種子しか食べない幼虫の寄生宿子となっている。ユッカの実は大きく。 ほとんどを食べ残しユッカとユッカ川共に子孫を残す。通称ユッカ川、細ひげ曲がりがカに属する山族の画である。禁煙の種である、流絶乱族とユッカ族は元気児が主に、メキシコ、米国南西部の乾燥地帯、多肉植物で葉の形、ロゼット状の形態など、類似点が多い。主な違いは、ユッカの米国周辺での分布と乱族は、 中米から北米にかけて広く自生しており、南はカテマラから、北はカナダのアルバータ州に及んでいる。特にメキシコ北部のバハカリフォルニア州、ソノラ砂漠、チワ砂漠、米国中西部の乾燥地帯に多く分布している。生育環境は主に乾燥帯からステップ気候の乾燥した環境であるが、亜熱帯から温帯にも分布している。地形的には砂漠、 白地地形、プレーリーなどの草原地帯、山岳地帯から海岸の砂丘地帯と幅広い。17から8世紀に原産地の北米から各地へ移植され、干渉用に多くの品種が開発された。ユッカは耐寒性、対処性があり、あまり水を必要とせず、手入れもほとんど必要としないので、米国西部では低塩植物として広く栽培されている。 ジョシュアツリーに関しては、米国のいくつかの州では保護されており、採取は規制されている。また、夏季の休眠期に角の水をやると死んでしまうため、増援化は避けている。米国のニューメキシコ州ではユッカを中の花としている。原産地の北米では、多くの州の果実、種、花、家マレニネが先住民により、食用、薬用に利用されていた。 また早く木から取れるセミは医療や日用品に加工されて使われていた。サポニンを含む樹液は洗剤としても使われた。高血圧や高止血症の改善、骨関節症の痛み、こわばり、むくみなどの症状を改善という報告があるが薬用としての有効性は証明されていない。米国ではモハビユッカとジョシュアツリーは 安全な食品添加物として認可されている。センジュランワイ・ベコタ、ジョシュアツリーワイ・エラタワイ・ファクスニア・ナイトラン、メキシコチモランワイ・クラウカ・ツバキミガヨランワイ・パリダワイ、ロストロタワイ・シディチャーワイ・シャーティー。ありがとうございます。